整列ぼちぼち君たち返していくよ。オッケーやってくれ。オッケー、じゃあちょっと返そう。てーにええ色なったな俺。こんばんは、秋坊でございます。ということで今日もまた青木くんにカメラマンやってもうて、青木くんのところナンバー来ました。ということでね、向こうは引っ掛け橋やから、向こうはねいつもの引っ掛け橋で、青木くん今日どこ行くん？今日はですね、夢のような食べ放題のお店を、夢のような食べ放題それがここか、はい、これスポダカスポダカ、これね、でこれのどこやで、これのあそこやな、あれが夢のような食べ放題な、はい、何、焼肉、寿司、スイーツ食べ放題いうことで、青木くんが見つけてくれてね、はい、ということで夢のような食べ放題行ってみよう。ということで、何やこれ、今エレベーターを開けたけど、ここやん、ここスタミナ太郎ネクストやって、ということでこんなお店です。ということで早速開けよう。ということで今さ、各テーブル来たんやけど、このね、店内に移すのは広島の本社の許可がいるいうことやから、テーブルで撮ってくださいいうことで撮影許可いただいたんやけども、ほんま明るいファミレスみたいな感じやな。ほんまどうだよ、スイーツのなんかファミレスみたいな感じで、めちゃめちゃ店内明るいわ。ほんでね、ここメニューがどないなってんやけど、今日晩やから、このディナーで来てんやけど、とりあえずここのメニューが食べ飲み放題で、飲み物を言うたらってアルコールは入ってないんだから、アルコール以外のソフトドリンクが飲み放題で、ここが食べ放題のメニューなんで、これが90分で、こっちが120分の料金で、ちなみにちょっとメニューがこんな感じじゃないですか。アルコールのメニューはあんな感じじゃないけども、これさっき見てもらったようにランチもやってるんやけどもね。でここ食べ放題のメニューがすごいわ。このね、見てもらったらけで、肉これ肉また肉好きなこの青木くんが取ってきましたから、これも寿司もあるやろ。これでここにもさ、カレーもあって、これでこういう一品の筑前にあるやんか、こんなんまだね。だからこれみんなとりあえず今日90分なんだろう、食べ放題のコース で私はビールいただくんで、ビール一応別途料金になります。ということで乾杯いっとこう。はよー、乾杯でございます。飲み放題のなんか何ていうの、アルコールの飲み放題も一応なんかここにね書いてあるけれども、1200円別に払ったらアルコールも飲み放題になるらしいんやけども、そんなにね、ここでグイグイ飲むわけちゃうから、一応単品で頼んでみて、で一応やっぱグイグイ行くのはこのなんか食うもん、このお寿司からこんな感じで、肉やろ、カレーで、こんな筑前にまであんねん。ほいでここね、スイーツもあったわ。ほんでなんか女の子も自分で作れるクレープのなところもあったし、でサラダとかもあったしね、ほんまスイーツ食べ放題の焼肉で、何やった、寿司でスイーツ、ほんでアイスクリームとかももちろんあったし、ケーキもあったしな、一品料理も、一品料理もあったしな、まさに夢の食べ放題そういうこと、ほんま家族連れには持ってこいやから、そういうことで焼肉食っていこう。ではね、とりあえずこれ、それ焼肉のタレ、こっちが寿司、あ、寿司、これ醤油で、これが焼肉のタレ、焼肉のタレがこれ1種類だけでみたい、チャラッと入れて、普通のちょっとタラッとした焼肉のタレとか、タラッとした焼肉のタレ、どんなタレ。ということでね、早速お肉焼いていきましょう。お肉、これはハラミ、こっちハラミね、ハラミで、こっち鶏時間かかるやん、鶏ね、鶏時間かかります。で肉の種類もめちゃめちゃ多かったよな。ほんまにね、1種類2種類違うね、あれ何種類あった、5列ぐらい、2種類あったな、めちゃめちゃ種類多い。ほいで倉庫をやってる間に、まずは寿司とか、寿司、卵のお寿司、チャラッとこうお寿司いただきます。
まい、食べ放題な、うまいな、やっぱ食べ放題がいいね。ほんで、こんなカレーもあったから、いや、このカレーのな、匂いがたまらなかったよ。うまっ、匂いしすぎて、これ、カレーいただきます、カレー、それ、カレーいただきます。うん、あ、ええ感じや。辛すぎですか？甘辛い、甘辛中辛か。まあ、ビール頼もう。ええー、感じで肉が焼けてきたね。こんな感じでたまらんな、これ。ええー、感じやな、肉はほんま。うわー、うまそうな肉、たまりませんな。これでっか、そのでかいやつ、これいくのか。ちょっと待ってや、これか、これを、じゃあここにチャラッとこうつけて。これでも一口で無理やで、これいっとこうか、いっときましょう。でもこれは一口でちょっと無理やから、ここ置いて、で、いただきます。うん、うまっ、うん、よくあるさ、はい、めちゃめちゃ格安の焼肉屋さんの薄い肉ちゃうもんな、ごっつい肉やで。ほんま極厚ですわ。でもこんだけのさ、肉食べ放題でごっついや、これごっついね。こっちちょっと並べると、まあこんな格好なのよ。これをこれほんま軽く取ってきただけやからね。もうちょっと見て、ほら、これこんな感じでね。これ寿司もこんなやし、でね、この筑前煮と、あとこういうカレーもあるやんか。これ食べ放題、あとスイーツもあるからね。では行きますか。行ってください。行ってください。行って。それ何？牛タン？あ、豚タンや。でこれがカルジューシーカルビ。ほう。オリジナルのなんか肉だし。へえ。なんかあれね、いつもどか盛りにしてくる青木にしてみたらちょっと少なめちゃう。あ、これでも肉うまそうやな、これ。はい、ええ感じやわ。でこっちにもなんか美味しそうな肉あったから、これもちょっと置いとこうか。これなんかハム的な感じ。そうやね、ハム的な。あ、ほんまやな、これなんかハム的やな。ハム的な感じ。なんやろ、いろんな、あのちゃんと表示には合成肉とかなんか入ってたね。加工肉とか入ってたな。うん、親切丁寧で、ウインナーも置いときましょう。お、素敵な絵がな、素敵やな、ええ感じになってる、ええ感じやな。ジュージューとこの肉のジュージューがたまりませんな。もうぼちぼちええ頃、ええ頃か、うまそうやぞこれ。ええ感じや。うわー、ええ感じ。これさっきのなんていうの、加工肉、重ね食いでいっとこう。チャラッとこうつけていっときましょう、いっときましょう。うまい、ほんまにハムみたいな、ハムみたい、あの美味しい美味しい、あの普通の焼肉じゃないし、でもハム肉って、ハム肉的な感じ、うまい、うん、これちゃうか、ハム肉、ハム肉、うん、うまい、うまい、うまい。ここにあるのが豚タンやね。豚タンでございますね、これ。これが豚タンやな。豚タンは大好きやからね、いっときましょう。ゴリゴリ。あんま。やっぱり豚のタンはええ歯応えするな、うまいわ、たまらん、ビール豪快にいっときましょう。これ豚やね、多分豚、小豚、こいつに決めたブで、これバラ、バラ、わお、バラギ、もうえ
値段じゃんのこの豚。ちょっとこの豚重ね食いでいったろ。こんな格好でこれいってみよう。これいってみましょう。シャラッとこうつけて、いっときましょう、いっときましょう。うまっ。でこっちがハラミ、これハラミやな。ちょっと大きいハラミやから、これだけでとこう、うん、ハラミうまいわ。うん、ハラミうまいね。あーうめえ。続きまして取ってきたお肉、これが牛の何ていうの、カルビ、カルビとこれがあの何ていうのサムギョプサルに使う豚肉、こんな感じで取ってきました。ということでこの豚肉美味しそうやったから、これちょっと焼いてみまっか。焼いていこう。これを並べていく、並べていく、並べていく。整列。ぼちぼち君たち返していくよ。オッケー、やってくれ。オッケー、じゃあちょっと返そう。うけーん、いいのなったな俺。これは綺麗よ、綺麗、めっちゃええ感じやろ。めちゃめちゃええ感じやで。早速もうこの辺これできてると思うで、これええ感じ。よう焼かなあかんねんけど、もうこのぐらいで結構ええ感じ焼けてな。これでダイブ、これちょっとダイブダイブさせて、これでいただきましょう。いただきます。うまうまい、言葉に甘えて、豚肉うまい、うん、言葉に甘えていただこう。だいぶ行ってて、うん、ええ感じやろ、うまいやろ、ええ感じやろ。これ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 、いっとこ、食べましょう。何回こればっかり食うてねえで。ほんまうまいもんな。これはうまい、うまいよほんま。うまい、うめえ、うまい。続いてこれ肉いこう、いこう。これが中落ちカルビやったかな、カルビ、中落ちカルビやったと思うで。うん、すっげえうまそうな肉、ザ焼肉っていう感じで、このカルピ、うわー中落ちカルピ、うわーたまらんぞこれ。これをここにこうつけてダイブさせて、これでいただきましょう。いただきます。どうですか。うん、この適度な赤身の食感にこの脂たまらんわ。見てこの炎、炎あんまり頭持てた、頭燃えるっつね、頭が燃えるがな、頭燃えるって笑いやがれ。もう頭燃えるわほんま。見てみよ、まあ、炎分かっとるやないか。頭燃えるよね、頭が燃える。うん、うまっ、迫ってくるの炎が、炎が燃える、わお燃える、頭が燃える。燃えたどうすんねんて、そのパゲなんだよ。どこ行っても食べましょう。前が炎で熱い。あーうめえ、もう肉たらふく食うたもん、腹パンパン。そうだね、ほんまこんなスイーツもあって、私結構好きな人はね、あの好きっていうかご存知の方は分かってるけど、あのケーキとか甘いもん好きやんか。そこでこういうねちっちゃいケーキやと思うね、ちっちゃいケーキが、これは多分チョコやと思うねんな。チョコとこっち側はチーズかな、なんやろ、これ多分チョコやと思うからチョコいってみよう。こんなやつ、うん、チョコチョコ、
うん、うまい。もう 手使いましたけど手使ったけど今青木君があのフォークなかったけどスプーン持ってきてくれたからこれまたケーキをスプーンで食うっていうのもちょっと難しいけどな。スプーンでかふるっとこう立ててこれで人がそれは何のケーキ。黄色これマロンやな。マロンプリン。今食べたやつはチーズやからこれなんかスプーンの方が食べにくいじゃん。すれうん、やっぱりこの何よ一人晩食でもさ甘いもんで最近やってなかったけど前ちょこちょこパンとかそんなね晩食やってた。甘いもんもうまいな。これは間違いなくシュークリームやな。オレンジか。あオレンジはあのストロベリーか。うん、これは美味しい。ストロベリーは中にいちごクリームが入っとうね。めっちゃうま。あービール巻いて堪能しましたわ。そうだね、本日はほんまに夢の食べ放題のところに青木くんに紹介してもらって来てみました。スタミナ太郎さん。スタミナ太郎さんネクストやったっけな。なんかこういうねロゴがついてんねんけれども、ここ関東の店？四国。あ、四国。なんか四国が発祥らしいて、でなんか青木くんが来たかったらしいから一回行きましょうやって本日今日来てんよね。ほんま。確かに夢の食べ放題は。肉はあるわ、寿司はあるわ、スイーツはあるわ、カレーはあるわ、で筑前煮みたいなのが出てくるでもここまでの食べ放題ってそうそうないよな。ねえ。あるんか知らんねんけども、焼肉やって焼肉だけの食べ放題とか、そんなとこしか行ったことないから。でこのまた難波でこういうお店があるからね。で今日見とったら備えに言うほど混んでない。今日土曜日やねんけどな。当日予約ですね。当日予約でも来れたぐらいやから、だからまだそんなに言うちゃ悪いんやけれども、そのめちゃくちゃなんていうの流行ってるお店でもないん違うかな。あの流行ってるの流行ってるね。あの結構というかちょこちょこ並んであるから。でもそこまでな行列できるほどじゃないし、当日予約でも行けたから、またほんまこの難波にお越しの際は皆さんは食べ放題で家族みんなでこうお腹いっぱいになってみるのもいかがでしょうか。本日も長々ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。さよなら。